趣味で副業をする方法という話をしていきたいと、上達したい人がターゲットになるんですけど、そんなことを言っても私には教えることなんてない、そういう場合はですね、探し方としていい方法があります。で、見つかったらですね、その趣味を副業にするんですけど、その時にですね、注意点があります。こんにちは、藤田です。今回は趣味で副業をする方法という話をしていきたいと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。ウェブ集客コンサルタントをしています。大学を出てから15年ほど、システムエンジニアとしてサラリーマンをした後、脱サラして、フリーのコンサルタントとしてこれまでですね、14年ほどやってこれております。現在はですね、顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。はい、今回の動画でお伝えする内容です。趣味がビジネスになる理由、自分に需要があるとは思えないなら、自分の需要を見つける方法、趣味を副業にする際の注意点、趣味をオンライン講座化する3ステップという内容でお伝えしていきたいと思います。趣味がビジネスになる理由っていうことなんですけど、趣味がですね、上達したい人がターゲットになるんですけど、うまくなりたい人がいる理由っていうことで、これは当たり前なんですけど、人間の本能としてですね、うまくなりたい、上達したいっていう人はですね、いるわけですね。ですので、確実に市場があります。そして、教えるビジネスっていうのはですね、リスクが非常に低い、ほぼゼロっていうのが特徴になるんです。自分に需要があるとは思えないならということで、そんなことを言っても私には教えることなんてないって思ってる方の方が多いと思うんですが、あなたの趣味に対するですね、凝り度ですね、マニア度がですね、強ければですね、もうほぼ確実に需要はあります。で、そこまでですね、凝ってなくてもですね、あなたよりもその趣味に対してですね、下手な人はですね、たくさんいるんですね。まあ、下手っていう表現はあんま良くないんですけど、まだまだ上達の余地がある人がですね、たくさんいるんですね。で、加えてですね、あなたに教わりたい人がいる理由があるんですね。自分なんかに教えを請う人がいるのかって思う方も多いと思うんですけど、いる理由があるんです。それは、人っていうのはですね、必ず一番上手い人にですね、教えてもらおうって思ってないんですよね。例えば野球を教えてほしいと思ってる人がですね、すべてイチローに教えてほしいと思ってるかどうかっていうことですよね。そんなことはなくて、やっぱりこう自分に近いレベルの人の方がですね、安心感というかですね、受け取れる感があるんで、必ず確実にですね、そういう需要があるっていうことなんですね。はい、自分の需要を見つける方法ということで、そうは言っても趣味と言ってもいまいちないしとかって思ってる方も多いと思うんですけど、そういう場合はですね、探し方としていい方法があります。それはですね、知人友人に聞いてみる。できれば5人ぐらい聞いてほしいんですけど、直接会った方がいいですね。電話とか LINE よりも。で、私って何に詳しいかなとかですね、私に教えてもらいたいこととかあるかなっていう感じですね、聞いてみてください。で、これは自分のことっていうのはですね、自分でわからないっていうことなんですよ。人に聞くとですね、客観的に教えてもらえるんで、自分の客観的な価値がわかると思います。そしてきっと何か見つかると思います。で、見つかったらですね、その趣味を副業にするんですけど、その時にですね、注意点があります。まずですね、副業であることを認識するっていうことですね。皆さんおそらくですね、本業をお持ちなので、本業に加えて副業することになります。ですから次の2つのリスクを避けるようにしてください。1つ目はですね、時間的リスクですね。これは自分の時間が削られないようにすることです。ですからリアルでは教えない、つまり直接はですね、教えない方がいいです。教えられる人数にも上限が出てしまいますし、何よりもですね、時間が削られます。ですからですね、教える場合はですね、オンライン講座を作る方がいいです。で、次はですね、経済的リスクですね。初期投資はしないっていうのをですね、まあ、特に最初はですね、原則としてですね、持っていただいた方がいいと思います。はい、では趣味をオンライン講座化するにはどうすればいいかということで、3ステップですね。まずですね、カリキュラムを作ります。どういうふうに作るのかっていうのがあると思うんですけど、で2番目ですね、動画教材を作る。なんか難しそうですよね。
3番目、サイトを構築する。ウェブサイトなんて作れない、ホームページなんて作られないと思っている方多いと思うんですけど、この3つのステップについてはですね、詳しく解説した動画がありますので、動画の説明欄の方にですねリンクを貼り付けておきますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、今日の動画のまとめです。あなたの趣味には初心者はたくさんいて、みんな上手くなりたい、上達したいと思っていると。これがですね、需要があるビジネスになる理由になります。そしてあなたがマニアであればですね、マニア度が強ければ強いほど、確実に需要があると思って間違いないです。で、副業をやる場合はですね、時間的経済的リスクを避けるようにするのがいいと思います。そして、オンライン講座をですね作るステップはですね、思っている以上にシンプルです。まあ個々の内容としてはですね、やることはいろいろあるんですけど、ステップとしてはですね、非常にシンプルにできるということですね。これは説明欄の方からですね、関連動画を見ていただければと思います。はい、今回は以上になります。この動画では収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源としての私の一番のおすすめは、今回ご紹介したようなオンライン講座を作ってそれを売ることです。それに関する情報についても動画の説明欄の方にリンクを貼り付けてありますので、よかったらご覧ください。今回はありがとうございました。